こんにちは、プードル刺繍の花デイジーです。今日は図案を描きながらバラのアーチの刺繍をご紹介したいと思います。 Hi everyone, I'm going to show you how to embroider climbing rose while drawing pattern. Let's get started now. はい、私は刺繍が大好きなんですけども、図案を布に写す作業が大嫌いなんです。で、今日は直接こちらに描いていきたいと思います。では描いていこうと思います。今日はバラのアーチなのですが、まずこのように、あ、ちょっとずれてしまいましたけども、 U の字、 U の逆さまみたいなものを描きます。そしてこちらよりもちょっと内側、 7-8mm ですね。ずっとこのようにこの頂点の手前ぐらい、手前というかこの頂点へ向かって、でこちらからはこの外側、このように描きます。で、あとは、まあ、2、3本このように、まあ、はしごみたいにこのように描きます。ではこれバラのアーチなんですが、このアーチから刺していきます。はい、こちらは黒の4本取りでバラのアーチ用の色です。では先ほど描いたバラのアーチ、これを刺していきます。アウトラインステッチでこの図案に沿って刺していきます。基本のステッチの刺し方の URL 概要欄に貼っておきますので参考にしてください。こうやってずっとこう、そしてこの内側も刺していきます。はい、まずはこちらの方刺していきました。そしたら一旦糸を止めて、で刺し直したいと思います。2本目をですね、このまま糸を切らないで刺してもいいのですが、もし布が薄い色だと表に響いてしまうので、こうやって面倒くさいけども一旦終わりにするのもいいと思います。はい、ではまたこちらからこのように、そしてちょっと上側からですね、今度こういうふうに刺していこうと思います。綺麗に刺せなくっても後でこうバラとか葉っぱが上に乗ってくるので、気楽に気楽に刺してください。なので本当に初心者の方にもおすすめです。私は今ちょっとこう、今年は特にバラに夢中になってしまってるんですね。で、新しいバラの苗を買ったりして楽しんでいるのですが、まあ、刺繍もなんだかこうバラを刺したくて、ちょっと最近続けてバラの刺繍をご紹介しています。はい、このように刺してきました。そしたらここストレートステッチでいいので、このはしごみたいになってる部分ですね、こうやって刺しながら反対側へ戻っていきます。もうこの間隔も好きなようにされてください。まあ、バラで隠れていきますのでね、あんまりたくさん刺さなくても大丈夫です。あれ、下の図案の通りになってないかもしれないのですが、気にしなくても大丈夫です。
まあ、1日2日でこの、 線消えてしまいますので、綺麗にその上させてなくても大丈夫です。本当に力強い味方ですよね。はい、刺し終わりました。アーチの方完成です。はい、では今度バラの図案を描いていこうと思うのですが、またこのペンを使って、もう簡単にです。もう、あ、この辺にバラしようかなと思ったら、適当にこうやって 丸い感じに置いていくんですね。で、今度、あ、この辺にしようかなと思ったら、ここにも綺麗に描けてなくても、あ、ここら辺にバラが来るぞっていうのが分かる感じ、ちょっとこう塗りつぶしましょうかね。もう簡単にでいいので、で、はい、じゃあここにしようかな。で、ここら辺にもこんな感じでいいんです。まあ、目印ですね、バラが来るぞという。だんだん乱暴になってますが、もう一個ぐらいしとこうかなっていうような感じで、もう一個、じゃあここに、はい、これで大丈夫です。あんまりちゃんと見えないですけども、自分が分かれば大丈夫、そんな感じで書いてみてください。はい、バラ用のピンク4本取りです。今日2色使うので、これを、まあ、どこにしようかなって考えながら配色していきます。とりあえずここから刺していこうかなと思います。まあ、前回ご紹介したようにスパイダーウェブローズステッチで刺していきます。割とちっちゃめですね、今回は。まずはこの円の中に、5本放射線状にストレートステッチを置きます。この間隔ももう適当ですね。まあ、気をつけたいのは、この長さはまあほぼ同じようになるように、この一本一本のステッチの長さですね、少しぐらいは違ってもなんとかなるのですが、まあ、なんせ適当なので多少は違ってきますが、はい、こんな感じで。で、あとは、前にもご紹介していますけども、この線、ここまず上を通ったら次は下、そしたら四等雑巾ですね、ちょっと回します。ここ下通ったので、これ一個飛ばして、今度ここ下くぐらすっていうことですね。今度はこれを飛ばして、ここ、こうやってずっとこの線が隠れるように刺していきます。ちょっと黒いフェンスも刺しそうになるので、ちょっとやりにくいかもしれないですけど、こうやって枠の方を回しながら刺しやすいように刺してみてください。はい、ここまで刺してきたので、ここの隠す感じでこの辺りに針を落として終わりにしましょう。はい、どうでしょうか。こんな感じで、まあ、それぞれちょっとこう色の配色を考えながら、図案の上にバラを加えていきます。まずはこの色で3つのバラを刺してきました。そしたら今度は薄いピンクのバラを加えていきたいと思います。はい、薄ピンクの4本取りです。この色もさっきの色と同じように、同じ刺し方で刺していきます。そしたらもう一つこちらにも刺していこうと思います。
このようにバラを5つ刺してきました。そしたら次は葉っぱを刺していきたいと思います。はい、次は葉っぱなのですが、まずこのペンで軽く下書きをしていこうと思います。つるバラ、クライミングローズですので、ちょっとねこういう風にこう絡んでるイメージで、これもまた適当なんですけどね、この間にこういう風に、もうこれ自由でいいんですけども、まずはこうやってつるを描いていきます。こちらも葉っぱとつるの、グリーン4本取りです。今日はみんな4本取りですね。と見えにくいのですが、この図案のようにアウトラインステッチでこのバラのアーチに絡めていきます。まあ、今こんな感じでやっていますけども、割と適当に、まあ、ちょっと色が薄くて見えなくなってしまったのですが、どうだったかな、まあ、こういう感じでいきましょうかね。自分で書いてちょっと忘れてますし、このペンじゃなくてもしっかり写るボールペンで書いてしまっても大丈夫かなとは思います。まあ、あまり不安がない方はですね、まあ、不安な方はやっぱりこの消えるので書かれた方がいいとは思いますけども、とにかくこのフェンスに絡めるイメージで、まあ、失敗とか成功とかないと思うので、であとこう修正もできるのでね、なんか変だなと思ったらそこにこう葉っぱをくっつけてみたり、そういうことができるので、ちょっと気軽にやってみてください。ちょっとここないので、ちょっと加えておきましょうかね。ちょこっとでいいので、もうワンステッチで、はい、こんな感じになっています。つるの部分を巻きつけた状態ですね。で、あと葉っぱなんですけど、レゼーデージーステッチで、まあ、どこにしようかな、まあ、このお花の近くにこう葉っぱを2つずつ、まあ、適当に加えていこうかなと思います。あとお花じゃないこういうところにもこう加えてもいいと思いますので、まずはお花のあたりから加えていって、その数は調整していってください。まあ、だいたいお花に見合うような大きさでレゼーデージーステッチを加えます。もうこの一つのレゼーデージーステッチが葉っぱ一つになるので簡単にできます。まあ、縦方向に並ぶ感じではなくって、ちょっとこうハの字に開いた感じに刺すとバランスがいいと思いますので、こんな感じで、
で、あとこう好きなところに加えていこうと思います。葉っぱの方も刺してきました。どうでしょうか。かわいいですね。で、これで終わってもいいんですけども、まあ、バラの中心にちょっとこう黄色いあの花粉ですね、雌しべとか雄しべとかそういうイメージを加えていってもいいと思うので、どうしようかな。こちら薄いバラの方に黄色いしべを加えてみようと思います。どんな色で加えようかなと思ったのですが、こんなちょっと黄色のような少しほんのりグリーンがかったようなこんなのがあったので、これの6本取りで加えていこうと思います。一重巻きのフレンチノットステッチで加えます。一重巻いて針を落として、今一重巻きですけども、もう少し大きくしたければ二重巻きでも三重巻きでもいいです。ちょっと参考例に三重巻きでやってみますね。 1,2,3 3回巻いて、あ、結構大きいですね。はい、こんな感じです。どうでしょうか。どちらの方がお好みでしょうか。まあ、こんな感じで好きなようにアレンジできるので、ぜひ作ってみてくださいね。とっても可愛いです。それでは今日はこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が少しでもいいなと思われたら、チャンネル登録やいいねボタンよろしくお願いします。今後の動画制作の励みになりますので、よろしくお願いします。何か質問やリクエストなどあれば、気軽にコメント欄にコメントを残してください。お願いします。 Did you like my YouTube channel? Please subscribe to my channel. If you like, I'll be so happy. See you soon. Bye. それではさようなら。